顕微受精で精子を卵子に注入している写真体外受精の図。凍結卵子は、再卵子、体外受精させて子宮に戻すこととなる卵子。凍結保存とは、体外受精を行い子宮に戻す目的で、未受精卵を凍結保存する技術のこと。従来は、若年女性癌患者が化学療法や放射線療法を受ける前に卵子を体外に取り出すことによって、 治療による生殖細胞への影響を回避する方法として試みられるものであったが近年パートナーがいない女性が将来の妊娠に備えて自分の卵子を凍結保存する事例が増えている。採卵した卵子はマイナス摂取196度で凍結保存され妊娠が可能、希望する時期に回答体外受精を行い、子宮に戻される。 ただ、体外受精での出産率は30代から低下を、はじめ、36歳頃から加速し、36歳で16.8%、40歳で8.1%、42歳で5%、45歳だと1%以下と、年齢によって低下していくため、卵子の凍結は年齢により低下する、妊娠力を完全に保つものではない。卵子だけでなく、子宮や、 血管の老化も人用力に影響を与えるためである。実際、ニューヨークタイムズの報道では、2014年時点で入手できる中で、最も包括的なデータでは、最新の瞬間冷凍プロセスを使った場合、新生児出生の失敗率は30歳女性で77%、40歳女性で91%で、あり、2011年の1年間で38歳以上の、 女性が冷凍卵子で出産した新生児は世界全体でも推定10人程度となっている。2016年2月2日、日本国内で初とみられる健康女性が凍結保存していた卵子を体外受精し、女児を出産したケースが報告された。女性は44歳の看護師で、独身時代の41歳の時に大久住吉さん婦人科で卵子を八個凍結し、 その後42歳で結婚、保存していた卵子を動員で体外受精し、妊娠、2015年5月に女児を出産した。2020年1月、スコットランドエジンバラで開催された学術集会で、ニューカッスルファーティラティセンターの研究者が、過去15年間わたる、人受精、発生学委員会のデータを解析し、卵子凍結での妊娠成功率は18%と発表した。 この報告を受けて、英国不妊学会は、卵子凍結をしても、将来の出産が保障されるわけではないことを知っておくべきと警告している。などが、ガイドラインで上がっている。ただ、上述のガイドラインでも示している通り、社会的要因による卵子凍結は推奨されるものではなく、リスクを最小にすることを考えるなら、妊娠的齢期は20から34歳であり、 性教育については、こうしたすべての正しい事実を教えることが必要というものが医学的なスタンスである。2015年2月8日、日本産科婦人科学会の倫理委員会は、健康な女性を対象とする卵子凍結保存は推奨しないとの見解を示している。二千十六年二月二日、日本産科婦人科学会のイラチ、原稔常務理事は、日本で初と見られる。 健康女性の凍結卵子を使用した出産事例に対し、凍結しても本人の加齢による妊娠率の低下やリスクもある。医療機関としっかり話し合い、よく考えてほしいとのコメントを出した。日本においては NHK クローズアップ現代の卵子老化の衝撃をはじめとする報道が2012年頃より盛んにされるようになり、社会的にも卵子の老化、 卵子凍結保存が認知されてきた。あえら2013年8月5日号では、就活、婚活、妊活に続く言葉として、卵活という言葉が登場している。岡山大学の研究グループが2013年に行った調査では、社会的理由での卵子凍結保存に否定的な人は70%を超える結果となった。 35歳から44歳でパートナーがいない女性の回答では、肯定感を示した人が43.6%と高い数値となった。一方で、癌治療などの医学的理由での卵子凍結保存に、対しては肯定的な人の割合は、全体の79.8%となり、社会的理由と異なり、大多数の人が肯定しているという結果となった。 2013年11月に日本生殖学会がガイドラインを制定して以降社会的な認知度は高まったが以前より卵子凍結保存を行っていた有名医院では危機感を覚えてやってくるのは結局40代以上の人が多い結局凍結した卵子を使う人が少ない年齢や保存の期限により廃棄しようとするとトラブルが多いという理由から中止する医院も増えている フェイスブックの COO であるシェリル・サンドバーグは、テッド、なぜ女性のリーダーは少ないのかの中で、女性は子供を持つことを考えたその瞬間から、その子供のためにゆとりを確保することを考え始めます。その他のことと子供を持つことをどう両立すればいいのとそしてその瞬間から、彼女たちは積極的に手を挙げて、出世を望んだり、新しいプロジェクトに取り掛かったり、 私にやらせてくださいと言わなくなるのですと述べ、Facebook は2014年1月より、女性社員による卵子の冷凍保存に対して、最大2万ドルまで資金援助する、福利厚生策を導入している。NHK のクローズアップ現代では2012年2月4日に、産みたいのに産めない卵子老化の衝撃、2016年10月26日に、廊下を止めたい女性たちから広がる、 卵子凍結の衝撃と二度特集を組み勢力的に報道を行っている。2020年8月時点でパリス・ヒルトンがサンデー・タイムズのインタビューでレベル・ウィルソンがオーストラリアのトーク番組カイルジャッキー・王将でリタオラがオーストラリアのニュース番組サンライズ・ニュースフィードで卵子の凍結保存を行っていることを公表している。その他、オリビア・マン。 コートにカーダシアンが卵子の凍結を公表している。ありがとうございます。